種ヶ島空港付近の空中写真。2012年撮影の4枚より、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成種ヶ島空港は、鹿児島県熊毛郡中種町にある地方、管理空港である。愛称は、コスモポート種ヶ島。種ヶ島のほぼ中央に位置する。約8キロメートル南西に位置した旧。 種子島空港は滑走路が1500メートルと短いためプロペラ機のみの就航であったが新種子島空港の開港により同県の離島空港の中で徳之島空港、奄美空港に次いで同港に Z 機の乗り入れが可能になった昨今通年で運航する定期便はプロペラ機のみである季節運航便及びチャーター便においては Z 機が使用され 2006年度当期より農協観光募集型企画旅行において日本トランスオーシャン航空のボーイング737型機が全国各地から就航した。JTA によるチャーター便は設定されていないが不定期でフジドリームエアラインズによる国内線チャーター便が旅行代理店主催のツアー向けに運航されている。2018年からは 日本エアコミューターが運行していた大阪国際空港との間の季節運行便が j エアによる運行に変更され Z 化となった。なお、鹿児島空港以外との路線は季節運行となる大阪便を除いて存在しない。愛称であるコスモポートは種ヶ島宇宙センターに由来するコスモと港を表すポートからの造語。年間利用客数は 86,962人。平成元年頃は年間約22万人の利用客数があり、県内では鹿児島空港、奄美空港に次ぐ多さであったが、同年に種ヶ島鹿児島本土間に就航した高速船に徐々に利用客を奪われ、最も利用客が少なかった年と比べれば、やや回復傾向にはあるものの、現在では年間約9万人ほどとなっている。 これは、種ヶ島から、鹿児島本土までの所要時間については、飛行機の方が短いものの、県庁所在地である、鹿児島市までの所要時間については、鹿児島空港までの高速バスへの乗り継ぎ時間や、乗車時間を含めると、高速線よりもやや長くなり、運賃面も含めて優位性が薄れたためである。しかし、東京や大阪へ乗り継ぐ場合は、飛行機を利用した方が手間がかからないことや、 死刑による船舶の欠航時には、当該へ渡る唯一の手段となることから、一定の需要は保たれている。ターミナルは平屋建てのシンプルな構造で、レストランと土産物店がそれぞれ一軒ずつあるほか、弱さ種子島宇宙センターに関する展示室が設けられ、ターミナル屋上には無料の展望デッキが設置されている。なお、 空港ターミナルから鹿児島県道76号線を南東側に3キロメートルほど行くと展望公園がある。同校のエプロン旧空港時代には大阪との定期便があったが、現在は夏季及び冬季の季節運航となっている。また、薬島空港との間に日本内外構造らによる定期便が運航されていたが、1983年4月1日に運休された。 同年6月24日から道路線を引き継ぐ形で公共施設地図航空によるチャーター便が運行開始されたが1986年3月10日に運休同年5月22日から日本産業航空によるチャーター便が運行開始されたが1990年3月10日に運休翌年1991年3月10日に廃止 その後も日本コンチネンタル空輸などによるチャーター便が運航されたがやがて運休、廃止となった。運航本数、運賃、経路等の詳細は該当項目や公式サイトにて最新情報を参照。ありがとうございます。